はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、黄色マッキーでーす。はい、今日もコールオブデューティーブラックオプス4プレイしていきたいと思います。はい、今日はキルコンですね、やっていきたいと思います。はい、今日はですね、すごいテンションが上がってるんですけど、今日は銀座の方で靴磨き選手権2019が開催されてたので、そこに行ってきたんですね。なんでいきなり靴磨きなんだよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、さっさと片付けよう。靴磨きに他にも行くところがあるんだ。ハマっておりまして、高い靴をきっかけに、ハマっちゃったんですけど、それでもう休日とかも磨いちゃってる感じなんですけど、それで今日銀座で靴磨き選手権があるっていうのを知ってですね、できたんですけど、いや、靴磨きのレジェンドの長谷川さんとか、あと前回優勝者の石見さんとか、靴磨き YouTuber の奥野さんとかね、いや、もうすごい面々が揃って行われてたんでね、本当に興奮しました、ね、もうプロのやっぱ磨きっていうのは本当に見ててもう神々しいというか、もうピカピカすぎて、もう自分で履きたいってありますよね。本当に素晴らしいって言ってる姿もやられてるんですけど、さあじゃあやっていきますね。靴磨きはさておいて、あお、ロケットランチャーと思いながら後ろ僕いたんだな、やばいやばい。靴磨きについてもちょっとね、すごい語りたいんですけどね、語ってる余裕がないですね。おっち、さてさて、ここにはいないかな。いや、もう行ったれ行ったれ。おっ、あつあつあつ、コイン回復して、回復して、おいし、どこどこどこ、こちらが優位に立っているぞ。あー、いたのね、いたのね、遅れを取っているぞ。さて、行くぞ。おう、あー、なんかつけられたな。おー、すげえ、おー、すげえ、これがくっつくのはこれすげえ、あの距離から投げたやつくっつくって、もうなんか持ってるね、逆に自分あれがくっつけられるって逆に持ってる。あばー、危ない危ない、当たった。こちらがリードを奪った。ここに来る、あった。もうなんかさっきのさっきのもう同じパターンでやられちゃってるな。ちょっと後ろを見ないとダメだな。基本に帰らないとやっぱ。後ろを見る。基本に帰らないと。いや、打ち切りしたらほんとすぐやられちゃうからな。あ、もう何やってんだこれ。これの繰り返しだ。ほんとバカだな。敵にタックルプレビーコンを破壊された。頭が悪い自分。ちょっともう冷静に行こう。冷静に戦わないと。よしよし。冷静になると、ね、大事だよ、冷静になると。さあさあ、冷静になった今、行く。ああ、ああお。いやー、ちょっとな。呼吸屋が回転だ。あそこのコイン拾いたいけどな。こちらに行ったら負けない。拾っちゃおう拾っちゃおう。いやー、もうここはスーだばっかり、もう嫌になっちゃう、嫌になっちゃう。もう行ったれ行ったれ、もう冷静とか知らねえわ。ほらほら冷静とか知らねえわ、ほら行ったもんが違う。いやくそーし、ラッキングしかじゃ。コントロールノードにディードス攻撃を行う。ほら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 、どうだ、どうだ、どうか。相手が見えてないうちにね、突っ込んじゃおうね。やられてる。うわー、あんだけ当てたのにあんだけ当ててやられる、やれないってもうやばいな。敵を引き離している。もう何でやられたかわからん。
ちょっとな、なんか前に出すぎてっていうのがあるかもしれない。ちょっと冷静に。おお入ってきた。おーい、今のはすごい。スパイダーマン来た、スパイダーマン。何？リプレイもすごいな。おー、やば。ちょっと待って。ポイント取ってらんないな。ポイント取って一番かな。補給だ。早い者勝ちだぞ。いやもう、すげえな、なんか。ピンチ、ピンチしてるな。あいし。厳しい。よし。もうちょっと。報酬は勝者にのみ与えられる。もっと努力しろ。よし。上からロケラン。上からロケランはちょっとな。バイオレンスだ。どんだけいいんだよ、おい。いすぎだよ。あ、もう一回ハッキングしちゃうもん。ブルートフォースアタックを開始する。最後の一押しに出ろ。敵のタックディプロイビーコンを破壊した。なんかすごい食らってるな。上空に敵の UAV。 味方のタックディプロイビーコン。おー、すごい、初めてか、これ時間切れかもしれないな。もしかして初めて時間切れ。よし、おー、ロケラン最後。あー、引き、すげー、引き分け、引き分けに持ち込んだ。すげー、引き分けなんてめったにないけど、すごい試合だったかな。自分は6でもないですけどね。いやー、いい試合だった、最終的には。うわ、すげえな、この人。ハンパーみたいな。はい、じゃあというわけで今日はシルコンプレイしていきました。またよかったら見てください。それじゃあバイバーイ。